すいません、ちょっと今、井口がいないので。先生、井口がおらんけど。もしもし、すいません。はい。大失礼いたしました。はい。失礼します。はい。これが小学校の5年1組です。今、はい、僕たちは、総合で、路面棚田を守るという取り組みをしています。はい。今度僕たちは、稲刈りをするので、協力してもらえませんか？はい、喜んでご協力します。別府市の路面棚田にやってきました。亀川小学校のみんなと、稲刈り体験をします。僕たちは今ベルスパ大分っていうサッカーチームで今 JFL っていう、まあ、カテゴリーで今されています。20番ゴールキーパーの渡辺です。出身は新潟県で米どころで小さい頃メカリをよくしました。はい、何でも聞いてくださいお願いします。初めてです。多分できないです。これ止める。え、すげえ。意外と気持ちいい。意外と気持ちいいな。分からん。傾く？え？あ、じゃダメこれ。よし。これ今先輩の人が一人やね。あ、いいよ。ワクワクドキドキして、とても嬉しいです。やべえ、ちょっとすいません。ありがとうございます。おい、行きましょう、行きましょう。やばいやばい、意味がある。ちゃん、慌てんと。亀ちゃん、お前もやめろ。教えるわ、やり方。この紐を持ってお逆さまにして、ちょっと揃えん。紐を持って逆さまにして揃えて、で、竹にかけるから、そう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 、おそうそうそう。これサンタは聞いてなかったっけ。やばい、まとめよう。三つって言われたでしょ。六玉買ってもやばい。ママなんていけんよ。ママなんて話聞いてませんでした。はい、あれあれ、お来たぞ、自分来たぞ、こちらだ、よし、来たぞ、来たぞ。はい、これ二つに分けて逆さまにしようがいい。あ、ほんとすごい。すごい、そう、隠れ。うわ、なんやそれ、なんやそれ。うわ、はい、はい、仕事終わりにはおにぎりとか、いろいろな料理とか、チャーハン、チャーハンいっぱい食べたい。おめんに来てね、おめんに来てよ。バイバーイ。亀川小学校の5年生と道面棚田で稲刈り体験をしてきました。道面棚田を皆さんにもっともっと知ってもらいたいです。ベルスパ大分、頑張れ。